ネスが煽ってるぞ、ほら。仙台ナンバー、これひどいね。仙台301桜の差601。3代目ぐらいで見ると本当にひどいの分かるよね、これ。これ何をやってんの、ロンドレ。で、しばらくするとこの今の入られた岩手が今度またこれ脱ぎにかかるの。0123じゃねえよな。ほら頑張れ頑張れ。現在60キロ、繰り返します、60キロまで低下です。どうぞ。後ろのプリウスよ、もう俺にケツピテしてもしょうがないだろ。どうしたのこれ。どうする、およそ0123抜けないけど、どうする。これひどいな、本当に。これ日本の曲だから引っかかんじゃないの、これ今思えば。ほら頑張れ頑張れ。これ前期仙台東北道福島飯坂インターもっとライトカットした、福島ライトカットした。0123行く、そしてレクサスも飛ばす。インターまで60分ほど、磐越道会津若松インターまで。これひどいよね、本当に。元宮方面です。まあさ、こういう動画をよく出すんですけどね、その物流を支えてるからどうのこうのとかっていうコメントがさ、まもなく元宮およそ600m 先元宮方面です。あれ本気で言ってんのかどうかわかんないけどね。こいつね、このプリンス、俺の後ろみたいな。あ、ダッチで、そのくせ全然早く行かないじゃん、あれ。5キロ以上道なりです。税か5位数ですけど。あとさ、そんなに大型乗ったことないからとかよく言うけどさ、いや別に乗ったことあるないじゃないと思うんだよね。追い越しが終わったら戻るだから、追い越しかけられてないんだからね。まあまあ言葉通りに受け取ったら追い越しはかかってるけど、で現実的じゃないわけじゃん。今50キロだよあれ。ねえ、で俺マーチもそうだし、バイクも DCX もそうだけどさ、まあ、それ走行車線かな、追い越し車線走るけど、もう車が来てる時は極力行かないもん、追い越しかけらんないから。ねえ、あんまと、さっきも言ったけど東北道はね、あんまこれ食らうイメージないんだけどね。新東名なんかひどいじゃん、もうで、なんか10分に1回穴みたいな感じじゃん。
ことないんだよ。いや、ないからなんやねん。およそ1キロ先、横風のため80キロ規制中です。仮に100分って乗ったとしても、で、だから何言ったんですか。今のなんかも贅沢、その90、90で走ってんのダメだけど、嫌だけどさ、あんな50、60であんなどんぐりの背比べやられてもさ、いやちょ待てよってなるじゃない。あれひどいよな。お、なんか光ってる。はい、左から流入車来ます。それ一回減速したらね、どうのこうのとか分かるけどね。だってね、今さ、みんながじゃあ100キロと来てたとするじゃん。で、あそこだけ50キロになるわけだよ。そうするとさ、ね、その時間のロスがすごいわけよね。え、なんだかなと思うね。この先、東北道サービスエリアがあります。これ日本で書くのが引っかかる癖やと思うからね。新東名とか、まあ、東名もそうだけど、三車線でやられると気狂いそうになるよね、あれ。うん、本当にひどい。あ、たまにいるじゃん、もう今日も何台もいたけどさ、もうずっと右走ってるバカ。右後ろでさ、うん、ちょこまかちょこまかうぜんだよ、本当に。ちょこまかちょこまかちょこまかしてないか。わかる、ずっとさ、だからこの車の方向で言うとさ、5時ぐらいの方向にずっと車がいんの。あれやられるとさ、本当に勘弁しまくらしようことだよね、本当に。俺が普段ね、日本の曲流さないのはね、その YouTube の収益のこともあるからなんだよね。いつどころそういうネタに転がり込んでくるかが、ネタに、ネタが。もう今のもう評価の面倒さかったからいいやと思って。ね、俺あんまり遠くの方で見ないんだけどな。あのさっきの0123ひどかったな。だ、その風に煽られてさ、怖いんだったらもう最初から出なきゃいいじゃん、追い越しに。ねえ、ださっきも言ったけどさ、その前に入るじゃん。前に入ったら今度前に入られた後ろの車がしばらくするとまた今度それと抜きにかかるんだよ。ずーっと同じようになってんですよ、これ。そこ変わらないじゃん、だって到着ね、あのゴール地点が一緒だとしてね。だから そこでずっと抜きつ抜かれつやっててもさ、で、どんぐりの感じだよ。どんぐりの背比べて本当にこのことだよね。でも基本的にさ、やっぱ右側はさ、ね、早く走りたい人が走るわけだから。だってさっきの仙台ナンバーのエレさんって、だって俺はもう追いつけないんだから、絶対追いつけないよね。まあ絶対じゃないか、まあ途中でね、またハマってない限りは。でもあそこで10分とか比べると結構変わるぜ、距離。1回10分変わったとしてもさ、1回10分変わったとしてもだよ、ね、それ10回道中で食らったらさ、もう大変なことになるからね。そこの何、短い目で見たら、そこだけで見たらそんなに距離はあれかもしんないけどさ、ね、だって50キロで走ってたらさ、デジタル受信しました。1秒で14メーターぐらい進むわけよ。で、100キロで走ってたらさ、ね、それと倍かかるわけじゃない。だから27.8?30? ぐらい走るわけじゃない。ねえ、だそれを考えた時にだよ、今のあの渋滞を10回食らったら、で、1時間で分かる。で、全然距離が離れるわけだからさ、だからなんだかなと思うよね。だそういうことなのよ。
工事規制中なんだかなと思うよね、本当に。警察活動無線受信しました。この道路こんなの広いんだ。